ちは、石塚彩香です。彩カンヌと呼んでください。今日は冬のボルドーメイクを仕上げてみました。それではどうぞ。ではまずベースを塗っていきます。ジルスチャートさんのラスティングトーンアップベース03番を塗っていきます。こちらはこのファンデーションを塗る前のトーンアップベースに私は使ってます。私の肌は赤みの強い肌をしているので、あのニキビ跡だったりとかニキビだったりとか、あとシミとかをですね、ちょこっとチョンチョチョンチョンと消してくれる優れものアイテムです。ではファンデーションです。ミシャさんのクッションファンデを使ってます。こちらなんですが、リキッドファンデーションが中のクッションに染み込んでいて、とてもですね塗りやすくなってます。めちゃくちゃ塗りやすくて、あんまり厚塗りにならないので使ってます。アイシャドウを塗っていきます。キャンメイクさんのパーフェクトスタイリストアイズの14番のパレットを使っています。私はですね、まずアイホール全体にこちらのベースを塗っていきまして、で次にこちらのピンク色のシャドウを重ねます。で結構ボルドー味の強いシャドウなので、あんまり厚く塗らないように真ん中にパンパペペって中心にのせていく感じで塗ってます。で下まぶたのまつげの際にこの赤いシャドウを、その目尻の3分の1ぐらいから、あの際にかけて塗ってます。眉毛を描いていきます。サナエクセルさんのパウダー&ペンシルアイブロウ EX PD001 番を使ってます。私は今髪色が暗いので、あんまり明るくないペンシルを使ってます。こちらも一番暗いお色です。で眉毛なんですが、眉頭にちょんちょんちょんと乗せる感じで描いてます。私は自眉がしっかり生えているので、あんまり濃く描かないようにしてます。続いて眉マスカラを塗っていきます。インテグレートさんニュアンスアイブロウマスカラの BR672 番を使ってます。先ほどのアイブロウペンシルで眉毛を描いていって、その上にちょっと色付けをするために眉マスカラでのせていきます。続いてアイライナーです。メイベリンさんのハイパーシャープウインクライナーの漆黒ブラックを使ってます。こちらですね、先ほどシャドウをのせたんですが、シャドウの色がボルドー味だったので、ちょっと漆黒でラインを引いていきました。続いてマスカラを塗っていきました。オペラさんのマイラッシュアドバースト01番、こちらもアイライナーの色と合わせて漆黒です。続いてチークです。キャンメイクさんのパウダーチークス PW26 番を使ってます。こちらピンクのチークなんですけど、血色感をすごいよくね見せてくれるので、とても重宝してるアイテムです。続いてシェーディングを入れていきます。キャンメイクさんのマットフルールシェーディングの01番を使っています。こちらのシェーディングなんですけど、私は鼻筋にこうやってペペって入れてます。ちょっと凹凸を出したいなっていうところに入れるといいと思います。このキャンメイクさん、私もたくさんのアイテム持ってるんですけど、とてもプチプラで手に取りやすい価格なので、もうとても魅力的です。続いてハイライトです。キャンメイクさんハイライター01番を使ってます。先ほどシェーディングをしたんですけど、ノーズシャドウを入れたんですが、そこの鼻筋にペペって引いてあげました。続いて口紅です。マジョリカマジョルカさんのピュアピュアキッスネオの RD401 番を使っています。こちらですね、すごい色が豊富で、今回は赤いボルドーのメイクにするので、めちゃくちゃ赤い色の口紅を選びました。とてもですね、ちっちゃくてコンパクトで持ち運びやすくて、ポーチに入れてもかさばらないサイズなので、とても気に入ってます。で最後にまぶたにラメを塗っていきました。アナスイさんのカラーパウダーです。
カラーパウダー006番の色を使ってます。このカラーパウダーなんですけど、もう私結構使ってて、キラキラのラメが本当に大粒でめちゃくちゃ可愛いんですよ。で、光に反射するともうめっちゃギラギラになるので、私舞台の時とかにもよく使ってます。こちらはもともとネイル用のラメとかにも使えて、いろいろ使える用途が結構多いアイテムです。冬のボルドーメイクはいかがでしたでしょうか。私はですね、いつもちょっとナチュラルめなメイクから派手なメイクまでいろいろやってるんですけど、今日はボルドーに仕上げてみました。私は普段役者として舞台を中心に活動しています。その傍ら、長崎県南島原市の名産品である島原手延べそうめんの PR もしています。毎面一面とぜひ検索してみてください。そちらにですね、毎面一面と検索していただけたら CM が YouTube でバーって流れてきますので、ぜひご覧になってください。とてもキャッチーで独特な CM ですので、ぜひ皆さんももう一度聴いたら離れない曲がね流れてきますのでぜひお楽しみいただけたらなと思います。はい、他の動画もあるのでぜひそちらもご覧になってください。チャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。それではバイバーイ。